ドラムブレーキ、ドラムブレーキを押し付けて制動力や高速力を得るブレーキの一種である。ドラムブレーキの方式は大きく分けると、ドラムの外側に周を押し付ける外接式と内側に押し付ける内接式、並びに外側と内側の両方に押し付ける内外接式の3種類がある。外接式は船舶の模や,やを巻き上げるウィンチに利用例があり、内接式は 自動車やオートバイの車輪に利用例がある。ブレーキシューは、一端が陽動軸として回転可能に保持され、多端に油圧やカム、リンク機構を介して荷重を与え、ドラムに押し付けられる。州の陽動軸に固定された側はヒールと呼ぶ。ドラムの臭道面が塔からヒールへ向かう方向に回転するとき、臭にかかる摩擦力が州を押し付ける方向に作用する偶力として働く。 これにより、ブレーキを作動させる、荷重以上の垂直抗力が加わり、より高い摩擦力が発生する。これを自己倍力作用と呼ぶ。一方、逆方向に回転すると、周を離す方向に作用する偶力が生じ、摩擦力は弱くなる。自己倍力作用により、円盤を側面から挟むディスクブレーキや車輪を側面から挟む方式のブレーキと比較すると、 低い作動力で高い制動力、高速力を生むことができる。内接式、ドラムブレーキは自動車やオートバイなど陸上を走行する輸送機械の車輪を制動するブレーキに広く用いられる方式の一つで、一部の鉄道車両や路面電車にも採用例がある。自動車用としては他にディスクブレーキが普及しているが、ディスクブレーキよりも小型、軽量で、 製造コストが低いほか、自己外力作用を持ち、高速力が高い利点がある。一方で、ブレーキドラムの内部に水分が入った場合に、制動力が低下し、乾燥するまでの回復が遅いことや、ディスクブレーキよりも放熱性が悪く、コントロール性が低い欠点がある。ドラムブレーキの放熱性を向上するために、ドラムをアルミ製にしたり、 それに加えて放熱フィンを設けたアルフィンドラムなどが採用される例があった。アルミ鋳造によるドラムの内側修道面に構成の円筒を追い込んで、対摩網性、寿命、強度、合成を確保した構造が取られ、日本車では1960年代のスポーツカーや高級車に採用された。古くは乗用車や小型貨物車でも四輪。 総輪にドラムブレーキを採用した車種が一般的であったが動力性能の向上やユーザーニーズの高度化に伴ってディスクブレーキに置き換えられ前輪は多くの車種でディスクブレーキが採用されるようになりより高い動力性能を持つ乗用車では4輪にディスクブレーキを採用することが多い。低廉な乗用車や小型貨物車では後輪ブレーキがパーキングブレーキを兼ねていることから 高速力の高いドラムブレーキが採用される。また、車両総重量の大きな大型のトラックやバスでは、ドラムブレーキの利点が重視されて、2018年現在では、除雪車等のごく一部の特殊車両を除くほとんどの、車両に送輪、ベンチレーテッドディクブレーキを標準で採用する二台目、ドクオンを除くすべての車輪で採用されている。4輪にディスクブレーキを採用する乗用車のうち、 比較的車重が大きな車種ではディスクブレーキによるパーキングブレーキでは高速力が不足することから後輪ディスクブレーキの内側にパーキングブレーキ専用の機械式ドラムブレーキを内蔵するドラムインディスク式あるいはインナードラム式と呼ばれる方式が採用される例もあるかつての中型大型トラックやクロスカントリータイプの四輪駆動車ではプロペラシャフトにドラムブレーキを配置して パーキングブレーキとしていた。オートバイも乗用車と同様に、1970年代までは、前後輪ともにドラムブレーキを採用することが一般的だったが、前輪は多くの車種でディスクブレーキに置き換わり、高い動力性能を持つ車種では後輪にもディスクブレーキが採用されるようになった。一方で、低蓮で小型の車種では前後輪にドラムブレーキが採用されている。 路面電車では1950年代後半から1960年代にかけて男性車輪を装備して製作された高性能車両に採用例がある。男性車輪は防音や防振のために車輪のワーシングとタイヤ部との間にゴムの干渉材を組み込んだものであったが高い動力性能を持った車両を制動するために踏み面ブレーキを 連続的に使用すると発熱して干渉剤を締結するボルトが緩む問題が生じた。高加速性能に見合った高いブレーキ性能を確保するため踏み面ブレーキに代わって車輪に熱を伝えないドラムブレーキが採用された。動作機構にはカムでーの一端を押し広げる場合と油圧や空圧を利用したシリンダで押し広げる場合とがある。カムを利用した動作機構は カムの軸を回転させるレバーの端をコントロールケーブルで引いてブレーキを動作させる。自動車のパーキングブレーキやオートバイのブレーキで広く用いられている。シリンダを利用した動作機構ではこのシリンダをホイールシリンダと呼びピストンの軸力を直接周の一端に与えて動作させる。ホイールシリンダはドラムブレーキの基部であるバックプレートに固定される場合と 一方の州に不動指示される場合とがある。自動車のフットブレーキで用いられる場合が多い。主な回転方向の回転でシュー動面が塔からヒールへ向かう方向となる。すなわち自己売力作用を発生するように、配置されたと州をリーリング州と呼び、その逆をトレーリング州と呼ぶ。自動車などでは、前進時に自己売力作用を生む州がリーリング州である。州や、 ブレーキシリンダーの配置によって次のように分類される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。